水のいろんな形が集まってシアター4オーラ文字黒い直線からラーニングが現れる。シアター4オールラーニングへようこそ。これからある作品を感じたり解釈したりするためのウォーミングアップを始めます。クエスチョン、作品を感じ考えること。クエスト、考えたことを行動に移すこと。この2つのキューを持ってお楽しみください。今日のクエスチョンは、あなたの身近な人にはどんな愛すべき行動がありますか、です。社会福祉法人綿帽子の会タンポポの家アートセンター花の、副施設長をしております佐藤と申します。僕はこの僕が生まれた日の演出と、まあ、構成と出演を、しております。篠田しおりと申します。私は、株式会社プリコグで、今、立ち上げているシアターフォールの、コミュニケーションチームというチームがあるんですけれども、そこの統括として、サービス設計だったりとか、あとはその、障害当事者の方だったりとか、様々なパートナーさんにご協力いただきながら、仕組みを作ったり、インタビュー、リサーチをしていくような、仕事をしています。この作品の概要は、この施設の利用者さん、皆さんの普段のエピソードを、お話を聞いて、それを一つずつ、つなぎ合わせて、そこに、かつて利用者さんでいらっしゃった方で亡くなった方がいらっしゃるんですけれども、その方のエピソードを載せて一つの物語にしたというものです。どんな風に作品を作っているのですか？普段も僕ら常に活動の中にはこう食事介助とか、トイレ介助とかもあって、その中で関係性ができている中で見えてくることだったり、まあ、例えば、電動車椅子の人が、なかなか普段、こう、電動車椅子のレバーをつかめないっていうこと。これ、日常の中では、とてももどかしいことで、早く動けば、やりやすいだろうなと思うんだけれども、それを、例えば、まあ、演劇にした場合、その、つかむまでの間が、やっぱり、ドラマになってくるっていうか、つかめたってところに、何か、こう、見てる側もほっとするし、本人もやったなっていう、その、なんだろう、エネルギーの表出が見れるっていうのが、すごく、これは人に見せたいなっていうふうに思うようなことだったりとか、どこかに出かけて話をしたときに、ヘルパーさんとこういう約束をして、こういうふうに出かけたんだっていうのを、まあ、知るにつけ、じゃあ実際どういうふうに動いてるのっていうふうにやってもらうと、僕らが知らないところも見せてもらったりとか、彼の記憶の中で、良かったこととかが、そうやって、目の前に現れるっていうのが、とても、まあ、面白いなと思って、それを、なんか他の人にも見せたいなと思って。なんか演劇っていう意味では、なんかこう、私、お芝居ちっちゃい頃にやってた時って、台本渡されて、台本覚えて、で、演出家の人にもっとこうしてとかって言われて振り付けされたりとかしながらお芝居完成していくみたいなイメージだったんですけど、どちらかというとこう、何ですか、職員の方たちが観察した中からいろいろ引き出してきたものとか、なんかご本人の自分が喋ってる、まさか演劇にされると思ってないような、なんか話が、アートになっていくみたいな、プロセスなのかなと思うんですけど、いわゆる普通の台本作ってとかのプロセスじゃない、なんか障害のある方たちと一緒に作る中での工夫とか、なんかしてらっしゃるプロセスみたいなんて、どんな感じですか？そもそも僕が来た当初10年前なんですけれども、もうすでに演劇のプログラムはあって、で、その演劇のプログラムでやってたのは、まあ昔話があって、その昔話を、まあ彼らに分かりやすいように、ちょっと端的にしたものを練習してたんですけれども、もちろん決まったセリフをある程度言わなきゃいけなかったりとか、セリフを言うというのはある程度感情をつなげていかなきゃいけないので、そこが見ていると、とても違和感というか、指示されたからそう動かなきゃいけないかなっていう感じになってたので、このままだとなんかただただうまくセリフが言えましたみたいなお芝居になっちゃうので、それ見てもあまり面白くないかなと思って、でもむしろ彼らの話の中にこそ、豊かなものがあったり、豊かな感情があったりするから、それをそのまま利用すれば、
やっぱり面白いものができるし、面白い仕草が出てきたりする。その方が彼らがやりやすいと思ったから、やったみたいな。まあ、自分のやったことなので、セリフが多少違ってても、ニュアンスは同じな話になる。シーンとしては同じ。自分のことだからもう体になってますもんね。それを。だから、そこがやっぱね、セリフがあるのと、自分が経験したことと、の話とちょっと違うかなっていうふうに思ってて、そのセリフありきのところだと、そこには経験値がないから、まあ、その外面はあるけど、中身がない状態になる。だけど、自分の経験だと、外面はちょっとあやふやだけど、核となるものはあるっていう。それが、やっぱ僕が見てて面白い演劇っていうのは、そういう風景をちゃんと背景を持ってたりとか、ちゃんと風景を見ている状態っていうのが面白いかなって。そうすると体も自然と動くので、やっぱちょっとあやふやでも自信を持って言える自分の話だから、これ間違ってませんかっていうことにはなりづらいというか。障害のある人と一緒に演劇を作ろうと思ったきっかけを教えてください。もともとは、なんか、お父さん福祉のお仕事はずっと学校出られてされてると思うんですけど、障害のある方たちと一緒になんか演劇を作るっていうことを長くされてくるっていうのは、なんか どうしてそもそもそういうことを始めようって思われたんですか？もともとその、自分も体に障害があって演劇をやってたんですけれども、自分の中では演劇が好きだから単純にやってるんですけど、その中で感じたこととか、周りの偏見も含めてですけど、自分のその経験した中で、やっぱ僕は助けられたなと思って、演劇に、コミュニケーションの面でも、演劇があれば誰かとつながることができるとか、なんかそれをきっかけにセリフがあれば苦手な人とも会話ができたりとかするとか、何かもともと福祉の勉強もしていたし、福祉の、バイトもしていたということもあるんですけど、これはやっぱり障害のある人の何か社会に出るきっかけにはできるのじゃないかなとかってずっとは思ってて、障害のある人と一緒にどういう形でできるかなってずっと思ってたところに、そのタンポポの家に就職する機会があって、そこでは演劇をやってるということも、もちろん自分の中にはあって、それをやりたいなと思ったので就職したっていうのがあるんですけど、演劇ってやっぱりコミュニケーションの一つの媒体になるというか、知らない人同士がそれをきっかけにつながり合う。ダンスもそうかもしれないですけど、ただ言葉だけじゃなくて、ただ触れるっていうだけで何か分かったような気がすると、体温を感じるだけでもその人を受け取るっていうことなので、それがどうしても障害のある人になると触れるっていう機会すらもこの社会の中にはなかなかなかったりとかして、触れるとしたら車椅子の後ろを押すとか、そういうような触り方というか、実際にあなたを感じるっていうような、やり取りっていうのはなかなかないかな。演劇ってそういう意味ではつながり合いやすい手段かなって思って、それを利用して他の一般の人たちと障害のある人たちとつながっていけたらいいかなと思ってやっている。どちらかというと作品作りはもちろん面白いなと思うんだけど、一方でつながるために演劇をどうやれるかなっていうのを考えたいからやってるような感じもありますね。作っていくプロセスをそのお聞きしていく中でも、なんか生活のその経験談みたいなところから紡がれていくものじゃないですか。で、かつ演技も、そういう自分のストーリーを背負ったその身体っていうのが、そこにあるっていうことを見せるっていう形の演劇だから、見ている方としては、やっぱりその具体的に障害のある人たちの、なんか生活とか経験の中にちょっとこう、お邪魔するような体験というか、普段福祉施設には行かないけど、なんか、そこに一緒に存在していい場所を演劇を通して与えてもらえるというか、なんかそういうのがすごく面白いというか、なんか特徴的なのかなって思いました。あんまり障害のある人たちのお芝居だとかって見ずに、
ただただそこにいる人たちを見てもらえたらいいのかなって思うかな。なんか、ただ、だって、障害のある人たちも、そこにいるものって、思うので、僕なんかも舞台に立ってて、僕の障害のある体を何か理由付けでそこにいたりしないので、ただこの体がそこにあるっていうので、なんら不思議じゃないよって、不便じゃないよっていうところを、あまり強調せずに、痛いなっていう私たちはこう生まれてきたんだじゃなくて、いますけど何かっていうようなところで表現したい。佐藤さんの今のただそこにあるっていうことをあるよねって自分の身体を通してただ見てみるっていう体験、なんかそこで止めておくというか、正解を求めたりとか、なんか意味をつけないみたいなことって結構大事なことだなって、演劇見るに限らず思いました。結構本当に説明しないことで見えてくることってあるんだよなっていうのを自分の舞台経験からそれは思いましたけど、それをしないからこそ、まあ人はこう見るかもしれないけど、また別の見方もあるかもしれないっていうね、説明つけちゃうとそれ一つになっちゃうので、なんかね、今日のクエスチョンは、あなたの身近な人にはどんな愛すべき行動がありますか、です。クエスチョンを持って作品に向かった時、どんな驚きやワクワクがあなたを待っているでしょう。アーティストや学者の視点、ユニークな表現や感じ方に触れた時、あなたの中の未知の扉が開かれるかもしれない。さあ、大人も子供も張り切って、作品鑑賞から広がる世界に心を澄ましてクエストしよう。文化庁シアター4オールラボシアター4オールバイプリコグ